MVP、受賞、いただきありがとうございます。僕は決して、うまいプレイヤーではありません。自分では下手だと思ってます。ですが、サッカーに対する情熱、試合に対する思い、気持ち、そういったところでは、絶対誰にも負けないという気持ちで、いつも、サッカーをさせていただいてます。その気持ちが、皆様の、心に、少しでも響いてくれたと思ったので、この賞をいただけたと思ってます。僕が12年間、広島で、育てていただき、広島だから僕はここまで成長できたと思います。だから広島の、クラブ、関係者、ファンサポーター、選手をみんなと、この賞を、共に喜び合いたいと思います。そして最後に、両親に、そして妻と3人の子どもたちに、感謝を述べたいと思います。いつも応援していただき、そして支えていただきありがとうございます。これからも、人に感動していただけるような選手でありたいと思ってます。これからも頑張ります。今日はどうもありがとうございました。